った肉巻きおにぎりを食べます。材料紹介です。牛肉、タレ、米、オリーブオイル、ブラックペッパーです。米炒めます。鍋に入れます。鍋フライパン、こちらの上州牛肉、まあ高雑牛ですけども、群馬県の道の駅ダラン藤岡の肉の駅で買ってきました。 100g あたり398円、多分めちゃめちゃ安いと思うんですよね。ちなみに個体識別番号を確認しましたらメス肉です。美味しいです。では調理していきましょう。これ行くかな、
キュッグリー実食。はい、今日はオレンジのやつ。じゃあどうぞ。うん、うまい。よし、じゃあ今日は肉巻きおにぎりどうします？例のやつかけます？やつブラックペッパー。はい、じゃあ OK。 辛くねえか？大丈夫、うん、いただきます。気づいてなかった。あれ？あれ気づいてなかったな。失礼して手で切っちゃう。あっち。でかい。でかい。すぐすぐ。え？おいしいですか？辛いんだろお前。梅、頑張ってください。ちょっと飛ばしましょうか。肉がでかかったので普通に食べた方がいいかな。いろいろ注文が多くて大変ですね。すいませんね。じゃあね、バイバイ。